冥界冥界級巡洋艦は、1930年代に建造された中華民国海軍の軽巡洋艦の9名。冥界、平海の2艦が建造された。本級は中華民国の要望により、玄関された艦級である。当時の大型駆逐艦並みの大きさながら、火力では一旦の軽巡洋艦並みの胸部層で、解剖戦艦の巡洋艦版といったものである。 これは、当時の中国海軍は主に様子工場や沿岸部での警備活動を重視した艦を必要としたためである。また、当時では、珍しい水蒸気の運用も考慮に入れた点では、先進性が見受けられる。冥界と平海の武装配置を示した図戦体は艦首に弱い視野を持った、選手郎型戦体である。環境デザインと集合煙突は、 同世代の古高型重巡洋艦に類似性が見られる。船型に比較して上部構造物が大きく、日本海軍に露革、編入後は、改装時に重心効果対策が施されている。二番艦平海は、姉海に比して、包囲板式、全哨等が改良され、広角砲の数と装備位置も異なり、推定の搭載は中止されている。 手法として3年式 14cm 砲を、箱型の連装砲統形式で全部に1機、後部に、背負い式に2機の、計算機6門装備した。広角砲は、冥界は3年式 8cm 単装広角砲を、環境前、両弦、水ん直後の推定搭載スペースの両弦、後方に、各1機の、計6門、平海は、 ドイツ製 8.8cm 単装広角砲を環境前、みずん前後に各1機の計3門装備している。魚雷発射管は 53.3cm 連装発射管を煙突両限に各1機の計2機装備している。機関は中国の燃料事情に基づき石炭戦争とし、漢本式水管管4機に3段、膨張式レシプロ機関3機を組み合わせ、 三軸推進で、機関出力9500馬力、速力22ノットを達成した。石炭戦勝ボイラーであることから、残された、本級の写真記録では、猛うもうたるバイエンをなびかせて、郵送に航行する、本級の有志が確認できる。浸水式の、姉会。一番艦姉会は悪化しつつある日中関係のもと、 石川島張馬造船所にて1931年2月21日起港、同年の10月10日に浸水式を行い、1932年7月31日に、春工、同年9月1日に中国軍に編入され、第一艦隊を編成した。1934年6月5日に練習艦隊に編入され、司令、王久指定少将の指揮下に入った。 二番艦、平海は、中国上海の江南造船省で1931年6月18日に寄港、気候、1933年10月10日に、浸水、1936年6月18日に、巡航した。日本海軍に路角後に、80島と解明された時の平海を示した図。 平装は45五口径10年式 12cm 降格砲。単装2機と96式 25mm 降格機銃、その後、両艦とも日中戦争勃発後の1937年9月23日に日本海軍航空機の爆撃を受けて、様子港で大破格座したところを露格され、1938年に、不要後、佐世保に開港されていたが、明海は、 ハリマ船所戦初あ工場で平海は呉工場で改装の後1944年6月に解剖艦500頭80頭として日本海軍に編入された。同年9月には輸送戦隊機関用として2等巡洋艦への類別変更が計画されたが500頭は変更直前の9月19日に戦没。 八十等も変更直後の11月25日に、戦没した。内は、平海のデータ、福井静雄著、福井静雄著作集、軍艦75年改装期、第八巻世界巡洋艦物語 P186、P187。福井静雄著、福井静雄著作集、軍艦75年改装期、第八巻世界巡洋艦物語 P185、ハット AB。 世界の艦船1982年11月号 P102。なお、関西、陣地固定型の8.8センチメートル広角砲は、野戦砲車砲8.8センチメートルフラック18、36、37とは全く別の方である。石油燃料の普及が遅れており、各港湾にも給油施設が乏しかった。日本海軍の川洋砲艦も、 昭和初期の春高艦までは、主行動水域の超高流域、中国沿岸部の燃料事情に基づき期間を、石炭戦争または、重油、石炭根性としている。ありがとうございます。